今回は金銭軒っていう中華料理屋さんで、ランチを食べてきました。で、これセットメニューなんですけど、全部ね、麺のセットだったら麺が大盛り、ご飯のセットだったらご飯が大盛りなんでね、ありがたいです。ランチもね、すごい充実してて迷ったんですけど、やっぱりね、半ちゃんラーメンがいいかなと思って、ラーメンと半分のチャーハンにしようかなと思ったんですけど、これね、壁見たら、餃子はね、うまいもん選手権で優勝ってことでね、なんか餃子をしてたんでね、今回は餃子セットにしてみましたね。醤油ラーメンと餃子と半ライスのセットです。で、これやってきたこれね、やっぱ安定の中華料理屋さんっぽいうまそうなセットメニューです。麺なんですけど、この麺は中ぐらいの麺で、ちょっとだけ縮れててね、麺の長さもちょうどよくて食べやすいですね。中華屋さんって細麺っていうイメージあるけど、ここはね、中ぐらいの麺でした。サラダがついてるのはありがたいですね。ドレッシングがめちゃくちゃ美味しかったです。スープの味なんですけど、これはね、すっきりした醤油味、中華屋さんっぽい醤油ラーメンですね。麺がね、意外にコシがあって、それがスープに絡んで、これまた美味しいです。意外にね、このね、ラーメン、旨味がね、結構あって、ガツッと食うかなと思ったんですけど、大盛りにしたんですけど、全然食べれちゃいましたね。食べやすくて。これである程度ラーメンを楽しんだら、今度はね、餃子と白飯で第2ラウンドです。さすが、うまいもん選手権で1位になっただけあってね、パリパリの薄皮に具がこれでもかって詰まってて、ご飯のおかずにぴったりですよ、これ。めちゃうまです。ある程度ね、スープも飲んで完食です。いやー、今回も美味しかったです。ごちそうさまでーす。